はい、こんにちは。投資家理学修士のタクです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今日はね、前回に引き続き、南海ナンバー周辺を、ちょっと紹介していこうと思います。はい。ちなみにこれがね、南海ナンバーをね、こう、エレベーターエスカレーターね、ごめんなさい、エスカレーター降りていくところです。で、これが上に上がったらね、メインのエントランスになってるんだと思います。これ3階になるのか何階になるのかちょっとわかんないんですけど、ここなんか3階って書いてるんですけど、これ上がったところがね、メインのエントランスになって、これ下がっていって、外出たらもうね、南海ナンバーのね、西側になります。はい。で、その前に、丸井がありますね。で、これが丸井の写真になります。で、前回の動画でちょっとね、この周辺について簡単に説明したので、今日は、丸井の話をちょっとしていこうと思います。皆さん丸井って知ってますかね。まあね、知らない人もね、知ってる人もいると思うんですけど、まあ、いわゆるね、デパート百貨店のことですね。で、この丸井なんですけど、僕、まあ、東京にもね、住んでたので、東京にある丸井もね、結構行ったことがあります。東京にある丸井っていうと、例えばね、有楽町の駅の前にも丸井があるし、あと上野とかね、上野の駅前にもあります。あとね、錦糸町の駅前にもありますっていう感じで、まあね、東京ね、結構丸井が多いです。まあ、大阪はこのナンバーぐらいかな。まあね、結構ね、大阪の場合、高島屋とかね、あと阪神百貨店とかね、あるんで、そこまで丸井がなんかこう大きなイメージはないですね。まあ、高島屋の方が大きいかなっていう感じはしますね。ただね、年齢層が違って、やっぱりね、丸井に来るお客さんって比較的若いですね。若いお客さんが比較的多くて、まあ、東京特にそうなんですけど、丸井はね、もうほとんど若いお客さんですね。お客さんって別に僕がなんかしてるわけじゃないんで若い人が多いってことですね。で、上野とかもそうなんですよ。錦糸町とかも。なんかね、あの辺結構年配の人が多いかなと思うんですけど、その周辺は多いんですが、そこのね、お店に来る人は比較的ね、若い人が多いと思います。上野の駅前にある丸井とかもね、若い人が多いですね。まあ、そういう意味でなんか、若い人がすごく、行く、まあ、百貨店、デパートなのかなっていうふうに、まあ、僕は思っています。で、何について話そうかな。そうそう。丸井。まあ、ここのね、ナンバーの丸井にはね、まず全体の話からしようかな。丸井にね、行く人って、まあ、若い人が多いって言ったんですけど、これ、まあ、女性に多いんです。女性が多いんですよね。で、男性はね、あまりいません。っていうかね、やっぱりね、百貨店とかデパートってね、男性が行くようなお店少ないんですよ。本当に少なくて、まあ、どこもそうなんですけど、まあね、あんまり男性が行くね、ようなあれがないですね。特に僕みたいな若いね、男性が行く用事とか全くないですね。なので、まあ、その若い男性が行くようなあれではない、お店ではないと思います。で、まあ、たまにね、年配の男性の人もいるんですけど、まあ、そういう人はね、大体スーツとかね、見てる人が多いと思います。まあ、それでもそこまで多くないですね。全体の中で言ったら 1% ぐらい、まあ、1% は言い過ぎか。まあ、5% から 1% ぐらいが男性かな。で、その内訳の、その 5% のうちの 90% は年配の人。若い人はおそらく 1%。5% の中のさらに1から 10% ぐらいですね。なので、もう、ほんと少ないですね。1人か2人いたらいいとこですね。多分1人もいないかもしれないですね。行くタイミングによっては。で、まあ、若いね、僕とかが、まあ、行くとしたら、どういうとこ行くかというと、あれなんですよ。これね、まあ、女性の人も、僕の動画たまに見てるんで、ぜひ聞いてくれたらいいと思うんですけど、まあ、年配の方も参考になると思うんですけど、やっぱりね、スーツとか売ってますね、一つは。あとね、そのビジネス関係のものね。これはやっぱり丸井にも、まあ、どこでも売ってるんですけど、はっきり言って、そごうでもね、高島屋でもどこでも売ってるんですけど、まあね、丸井にも売ってます。あとね、丸井にはね、ポール・スミスがね、売ってます。
ポール・スミスって皆さん知ってます？あまり知らない人も多いと思うんですけど、ポール・スミスのね、ショップがね、丸井にはあります。なので、もしかしたら男性のね、人はね、ここに結構ね、行くと思うんですよ。まあ、ポール・スミス好きな人とかね、方は、ね、結構行くと思うんですけど、まあ、年配の方多いんで、ぜひ、ポール・スミスのショップが丸井にあるってことを頭入れといてもらって、他にもスーツとかも売ってるし、ビジネス、関係のもの、バッグとか、ネクタイとか、いろんなもの売ってると思うんで、まあ、一度は行ってみてもいいかなと思います。で、まあ、僕、これね、ちょっと僕だけになるかもしれないですけど、まあ、僕ね、丸井に入ってる、あれに行くんですよ。僕、ちょっと、あれ、読み方なんて読むか知らないですけど、結構ね、女性のね、ブランドのね、バッグとかね、よく売ってるんですけど、そこの、いわゆる男性バージョンっていうのがたまにあるんですよ。サマンサ、サバサっていうのかな。あんまり詳しくないんですけど、サマンサ、サバサ？あれ、ちょっと発音が違ったらごめんなさい。サマンサ、タバサか。サマンサ、タバサね。その男性バージョンで、サマンサ、キング、キングズか。キングズっていうのがあるんですよ。で、まあ女性のとこは行かないんでわかんないですけど、なんか、サマンサタバサっていうのがなんかあって、それのね、なんかサマンサキングズっていう男性向けのブランドがあります。まあね、このブランドもね、もうほとんど女性なんですよ。90% 以上はね、女性客が多いんですけど、たまに男性のね、ブランドを扱ってるお店もあるんで、まあそこにちょっと行ってみたりとかしますね。皆さん知ってますかね？サマンサ。なんて言うんだろう。僕ちょっとよくわかん、あんまりわかんないんですよね。サマンサキングスしかわかんないんですけど、なんかね、あるんですよ。女性向けの。で、そこに僕はたまに行くんですけど、あれですね。上野もそうですし、有楽町もそうですし、錦糸町にはあったのかな、ちょっとわかんないですけど、有楽町とか、あそこですね。上野にはあったと思います。で、なんかね、若干、丸井によって若干ちょっとね、入ってるのと入ってないのがあったりして、ちょっとややこしいんですけど、もうね、僕東京に住んでた時の話なんで、ちょっと間違えてたらごめんなさい。有楽町とね、上野にはあったと思うんですけど、サマンサタバサ。これ女性向けね。で、なんかね、ここの店員ね、女性の店員暇そうにしてるんですよ、いつも。まあ、なんか最近売り上げ落ちてるのか知らないんですけど、すごくね、暇そうにしてます。ぜひ見に行ってもらってもいいんじゃないかと思います。なんかやっぱり、なんだろうな、やっぱりショップ系ってやっぱりそのお客さんが入るときとか、タイミングがすごいあるんだろうなっていうふうにまあ僕は思うんですよ。その季節性のものだったりとか、そのなんかのイベント前とかだったりとか、あとその時間帯、なんかその女性のお客さんがよくね、来る時間帯とかなんかあるんかもしれないですね。僕行くときはね、あんまり人がいないですね。そうですね。サマンサ、タバサ。そう。あんまりいないかな。で、サマンサキング。サマンサキングってどういう商品かなって、キングスか。知らない人非常に多いと思うんですけど、僕ちょっと今日簡単に紹介しようかな。まあね、もともとね、サマンサタバサっていうのは、女性向きの、商品売ってたんですけど、それがね、なんか男性向けのね、商品もこう置くようになって、まあ、販売しようと思ったのか、何か知らないんですけど、まあ、売り始めたわけなんですけど、で、男性用の、商品が売ってるんですよ。で、まあ、なんだろう、
まあ、ビジネスバッグとか、あと財布とか、まあ、すいません。ちょっと途中で途切れちゃったかもしれないです。すいません。じゃあ続きいきます。そのサマンサーキングスっていうのに、その、まあ、男性用のね、まあ、商品もあって、まあ、財布とかね、革の商品とか、まあ、カバンとかね、いろいろあるんですけど、これね、正直言うと、もう、作りがすごい、なんか女性の、なんかあるじゃないですか、こう、カバンみたいな感じの作りなんですよ。端っこがちょっと丸かったりとか、なんかあるじゃないですか、なんか、女性のカバンみたいな感じの、男性向けなんですよ。革でデザインとかが男性向けなんですよ。だけどなんかね、作りがね、作りっていうか見た目がね、女性のカバンっぽいんですよ。で、今どうなってるか知らないですけど、昔ね、結構ね、なんか、その、色とかね、変えただけじゃないのって僕は思ってたんですけど、色とか、その、使ってる素材を変えただけじゃないかなって思って、思ってたんですけど、すごく女性のなんだろう、のこうカバンからこうなんか似てるというか由来してる、まあ、女性のカバン作ってた人がもしかしたらそのなんだろう作った延長で作ったから、まあそういうなんかデザインになってるのかもしれないですね。別になんか男性が使いにくいってことはないんですけど、ちょっとね最初見た時に違和感がありますね。違和感、まあ、今はどうか分かんないですけど、その当時はね、まあ、ちょっと違和感あったかなっていうふうには思います。まあそうですよね。まあ結構ね、そのサラリーマンの方にね、その一部の人にはすごく人気がある、まあ、みたいなことを、まあ、店員は言ってたんですけど、うん、まあね結構ね、このサマンサキングズの販売してるね、店員が綺麗な人が いるんですよね。まあ、やっぱりね、こういう、なんだろう、カバンとかね、やっぱりね、こういう女性向きのショップにいる店員っていうのは、やっぱり、ね、綺麗ですよね。あれ、どこだったかな、もう忘れちゃった。どっかのね、ショップのこと、ショップにいましたね。で、ということで、まあね、僕はね、このサマンサキングズの、まあ、商品をたまに 見に行くんですけど、まあ、なんだろう、こう、やっぱりね、男性のカバンなんだけど、すごく柔らかみがあるっていうね、感じの。まあ、僕ね、女性のね、向けのカバンとかも普通にね、使ってるんで、別に、いいんですけど、そのなんだろう、こうね、今もう男性と女性のそのなんだろう、この境がないじゃないですか。何でも、カバンでも、何でも。で、その、ジェンダーフリーってやつですね。ジェンダーフリーの時代になってきてて、もうこの違いっていうのがだんだんね、もう薄れてるんじゃないかなって。まあそういう意味ではね、すごくいいものだとは、まあ僕は思ってます。はい。僕がいいって言ってたからとか言って、いたずら電話とかしないでくださいよ。本当に。それ最後にちょっと言っとかないと、なんか、僕結構ね、口が、悪いキャラで、他の YouTube チャンネル撮ってるじゃないですか。なんか、なんだろう、早稲田とか早慶なんか、頭悪いとか言って、よく言ってたりとか、あと、それでね、他の人のところに書き込んでたりしてね、お前ら、SFC、湘南藤沢キャンパスなんか、底辺だろうとか言ったりして、よく言ってるんで、結構ね、なんだろう、あれなんですよ、なんか、批判を買っちゃってるんで、僕がいいとか言ったらね、ちょっとなんか、いたずら電話されそうになっちゃうかもしれない、と思うんですけど、そういう時はごめんなさい。本当、SFC とかね、本当にバカなやつしかいないですからね。本当、僕知り合いいるけど、はっきり言ってバカですよ。もう日大ぐらいのレベルだからね。とか、そういうこといっぱい言ってるからね。ちょっと敵が多いんでね。いや、でも僕、そう、辛口なんだけど、本当は辛口なんだけど、この、なんだろう、動画の中では本当は辛口なんだけど、僕は、実際は本当にいいやつなんですよ。実際は本当にいいやつだから、そういうキャラでやってるわけで、このね、動画っていうのは。
で、それなんかね、この人人間性ないから関わらない方がいいよとか言って、僕がコメント書いたやつにみんな 群がってるんですよ めっちゃ面白くないですか？なんか僕がね、コメント書いたやつにみんな、この人、人間性ないから絡まない方がいいですよ、みたいなこと書いてるやつがいるんですよ、たまに めっちゃ面白くて、それほんとキャラなんですよ、キャラ。この動画でのキャラでやってるわけで、僕本当はいいやつなんですよ。ほんと勘違いしないでほしいなとか思いながら。でもまあ、キャラでやってるからね、それは、分かってない人はちょっとね、いや、本当にそああいう人なんだって思っちゃってるんですけど。まあ、そういうわけでね、勘違いしないでください。僕、興味あるものは、はっきり言って興味あるって言ってね、言ってますんで。まあ、サマンサキングズね、ちょっとまた見に行きたいなと思うんですけど、横浜ってね、どこにマルイがあるのかね、ちょっと僕分からなくて、この前ちょっとなんか適当に行ってたら、あそこ、横浜駅のね、東側、そごうの横にね、マルイがあって、ちょっと今度行ってみようかなと思うんですけど、そごうの横にね、マルイがあるっぽくて、今度行ってみようと思います。でもあるかな、サマンサ・キングズとポール・スミスと。まあ、行ってみよう、とりあえず。横浜の丸い、初、行ってみた、みたいな、またあげるかもしれません。なので、ぜひ、よろしくお願いします。あと、本当にいたずら電話とかやめてくださいね。僕が行くとか言ってるとか言って言うのとか、そういうのほんとやめてくださいね。ほんと。僕行って、なんか言われちゃったりしたら、ほんと恥ずかしいじゃないですか。YouTube の動画で上げてた人でしょうみたいな言われちゃったらちょっと恥ずかしいって。本当にそういういたずらしないようにしてください。はい。で、商品をぜひ見に行こうと思ってます。じゃあ今日はこれで終わります。最後にチャンネル登録といいねとぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。